这个在台上弹着吉他的型男就是日本名导岩井俊二，《情书》《花与爱丽丝》等作品让他在亚洲声名大噪，有了纯爱电影教主的封号。岩井俊二在电影圈的导演资历超过20年，不过他的创作天分可不只有影像，还包含了文字以及音乐。身兼导演、编剧、小说家、摄影师的他，现在还组了乐团 Hekudo Pascalu，以吉他手的身份登场，朝着配乐家、作词作曲家的音乐人之路迈进。作って、作曲してるときの方が楽しいかもしれない。アレンジよりも作曲。アレンジはまあ仕上げる工程だけど、やっぱりこういう曲が生まれるみたいなところに立ち会えるのって作曲の工程だから、ほとんどこうね、できない苦しみがあるわけだけど、でもできた時の方っていうのはちょっと変えがたいものがあるかもしれない。仕上がっていく喜びももちろんあるんだけど。綺麗になっていて、そのまあもちろんあるんだけど、まあ、どこが一番肝かってなると、やっぱ作り出す最初のところがやっぱり一番苦痛も伴うし。虽然他自己担任吉他手，不过他却对钢琴情有独钟。在自己的电影《情书》与《花与爱丽丝》等，都用了大量的钢琴伴奏。相当前から。昔の映画のサントラって実はあんまりピアノが使われてなくてあんまりないんでね、こうもっと吹奏楽みたいなのが多かった。ピアノの曲がすごいサントラだけじゃなくてなんか特別なもので、そのだなんか最初にピアノ触れたのがいつだったのか本当わかんないんだけど、まあ意識したのはなんか家にレコードがあって、なんかリストのなんかラ・カンパネラっていう有名な曲があったんだけど、それは聴いたなって覚えがあるんだけど、その曲が好きだった記憶があんまなくてあれで好きになったわけでもないんだよなと、じゃあどこだったんだろうっていうのが。对他而言，作曲也像是拼图一样，在音符之间的重新排列堆叠出一页乐章。自分の撮ってた自主映画に作って入れたよねって、もうそれはすぐなりました。友達とかがいて情報交換みたいなことは遊び感覚でやっていくうちにちょっと作ってみようかなみたいになって、フィッシュインザプールはその頃作った曲なんですよ。もうほぼあの状態で完成してたっていう だからよく分かってないだけに、なんて作れたっていうか、こうなって次こうで次こうでみたいなのが、その理屈が分かんないからもう頭の中で鳴ったやつを次々並べて作ってたみたいな。それはでも今もあんまり変わんないかもしれない。作り方の時に何も考えずにこの音に対して次どの音だろうって言ってスキャナーのように作っていった方がなんか自然に仕上がるような感じ、とらわれずにっていうか、コードとかにとらわれるとなんだこりゃっていうぐらい平凡な曲になるっていうか、自分がやるとなんかよくあるよねこういうつまんない曲さっていう風になっちゃうから、偶然できた曲もあって適当にコピペデータをコピペしてぐちゃぐちゃにしてそこから不協和を抜いていったらできたみたいな曲とか、実はそういう作り方して作った曲とかもあって、自分のしたことに。Hekudo Pascalu 的团员有小提琴手荒井桃子、大提琴手林田顺平、吉他手杨辅、主唱追名琴音以及钢琴手桑原真子，让岩井俊二的音乐人之路多了很多同好的同伴。いやこれ一人でやるもんじゃないよっていうものもやっぱあって、だから今だから本当にこうねバンドでやれるっていうのはそういう意味で言うと全部が全部一人で帰ってこないので、そういう意味の楽しさあるというか、助け合ってやれるっていうのは。岩井俊二的作品充满了纯爱，但是其实他骨子里是个科幻迷。自分が見る映画とかになってくるとほとんど SF なんで、意外と普通のヒューマンドラマみたいなものとかラブストーリーみたいなのって特に見ないんで、昔からやっぱあのゴジラ世代だから SF が好きで、何の抵抗もなく見てしまうのはやっぱ SF に。でもそれは撮りたいと思います、ね、あ俺ももうもうネタもいっぱいあるし、めちゃくちゃお金かかるからやれた機会がほとんどないんで、もうある未来宇宙どっかの惑星みたいなところでとか巨大ロボットが出てきてみたいな、全然ネタ持ってるんだけどやる機会がないっていう、誰も乗らない。谈到自己擅长的纯爱，岩井俊二是这么回答的。何かと何かこうやっぱり遭遇するね、まあ ET ってあったけど昔やっぱああいう、まあ、瞬間ってやっぱ、まあ、すごい面白いっていうか、そこが好きだったんだろうなと思うんでね。だから別に恋愛に
限ったことじゃなくて、まあ、ゴジラとかも、うん、ゴジラが現れるとこがやっぱ一番、子供の頃は俺ゴジラが怪獣と戦ってるとこを見たくて見に行くわけだけど、大人になるとそこ全然もう面白くなくて、そんなとこどうでもよくて、やっぱり謎のものがこう現れるその瞬間が一番やっぱ楽しいんだよね。もうで姿見えちゃったらもうあといいっていうかもうどうでもいいやっていう。恋愛もだから結局最初の線越えてくると好きにやってくれよってなってくるじゃん、お客さんも。だからなかなかそういうこともあっての多分初めての物語にこう気持ちがいくんだろうなって。でそれ作るこっちもそうだし、見る人も知らずに知らずうちそっちを選んでんじゃないのかなっていう。みんな未体験なものを見たいから初めて体験したいっていうのがあるんじゃないのかな。有一天，岩井俊二跨界拍摄科幻片，影迷们也不用太过惊讶，因为跳跃式思考的水瓶座总是会带给人意想不到的惊喜。